はい、こんにちは、中地です。本日もシティーズスカイライン2遊んでいきたいと思います。今回はですね、ちょっと本編に入る前に冬の間にちょっとね街改装しましたので、そこをちょっとだけ動画にしようかなと思います。3分だけお時間ください。前回作ったね、病院エリアの上っていうのがオフィス街だったんですけど、オフィス街というよりはもう道を引いてそこにね大きくオフィスの区画を置いただけっていうところだったんだよね。でそれがちょっと嫌だなぁと思いましたので、道を引いたり区画をね一旦整理してまた新たに場所を作るって感じで、病院エリア、前回の動画で作った病院エリアにちょっと似た感じで、そんなに密度多めに高めにね、密度高めにならないようにいろいろ物を立てて、ちょっと道多めでね、歩道とかをつけたりしていろいろやってみましたので、ここのエリアこんな風に作ったよっていうのをちょっと今早回しで見せております。冬の間はね、ちょっと綺麗なんだけど、やっぱりね、緑豊かなね、なんか緑々しいっていうの、緑々しいね、こう景色の方が僕は好きだなと思うので、冬の間飛ばしたいなと思ったんだけど、なかなかねこのゲームも重くなってきて、倍速がね全然効かなくなってきたりしてるんですよね。うん、それが非常にちょっと苦しいところではあるんですが、まだこのゲームは動いていますのでもうちょっとね遊んでみようかなと思います。とりあえず完成した映像をほんのちょろっとだけね、ほんのちょろっとだけお見せして本編に入ろうかと思いますので、もうあと1分ほどください。それでは続きをどうぞ。それでは続きをやっていきたいと思います。前回の動画で作ったこのエリア、山にね囲まれた都市の、まあ、郊外という形で作ってみました。でその奥ですね、ここ今動画見ていただいたのかなと思いますが、ここをね作りました。今回は街の隙間をねかなり緑で埋めました。うん、いい感じだよね、雰囲気めっちゃ良くなって、あとは建物ここにこれが建ってほしいなとかを壊して作って壊して作ってを繰り返して、まあなんとなくそういう建物があるといいよなっていう自然な雰囲気になるようにいろいろ設定してみました。でここはねちょっと渋滞緩和のために高架にしてみて、こっちエリアをね2つにちょっと分断するような橋を架けてみたりして建ててみました。こういうね遊歩道っぽいところも作って、かなりね自然豊かなエリアになったんじゃないかな。うん、建物もいい感じの幅感で建っていていいよね、いい感じじゃないでしょうか。このぐらいの密度感で作るのが一番街っぽく見える感じがちょっとしますね。今までガンガン区画を埋めていたんだけど、うん、こういう感じが一番美しいんじゃないかなって思い始めました。ようやくね、パート何回続いてんだって話なんだけど、これ病院手前福祉施設の裏なんだけど、ここの公園とかもね、すごくこの坂道とね、うまく調和して、後ろの
茶色い建物もめちゃくちゃかっこよくて、この辺もねすごくお気に入りの空間になりました。ちなみになんだけど、これ動画外で高速道路を作り直しました。ここねかなりくねってるでしょう。降りるとこ出るとこをめちゃくちゃ作りました。で、車線もねちょっと意識して、汚いんだけど、この車線変更するために車線を増やしたり、相変わらずなあれだね、車線変更はしてるねすごいね、左にブーンって。今回ね新しいパッチ、先々週ぐらいかな、新しいパッチが入って、車線変更ね上手になったらしいんだけど、なんかいまいちだね。これ今等倍の速度で走ってもらってんだけど、うん、まあそんなに上手にはなってないね。とりあえずクローバー型って呼ばれるのかな、クローバー型に近い形にして作ったことによって、まあ気持ちね良くなりました。うん、渋滞系はねまた別なねマップでも作った時にもうちょっとこう余裕のある道路作りをしていこうかなと思います。うん、これもさ詰まっちゃってるけど、左側にこれ右に行きたい人がさ溜まってったりすると、ここでカチカチになっちゃうんだよね。うん、難しい、非常に難しいです。で、現状巨大なメトロポリスまで来てます。で、もうねマイルストーンは次、最後メガロポリスもう目前なんだよね。今回作ってる間にメガロポリスもしかしたら行くかもしれないね。で、パッチは当たって改善されてきているんだけど、ちょっとこの街非常に重たいです。めちゃくちゃ重たい。なのでメガロポリス到達して、この辺ねちょっと作ったら次の街に行こうか迷っています。ちょっと寂しい気持ちもあるんだけどね、ここをずっと作り続けていきたい気持ちもあるんだけど、ちょっとゲーム的にねまだまだ重たい部分はあるのかなと思います。まあこの僕の PC のスペックがギリギリ推奨に到達していないっていうのはあるんだけど、ちょっと重たいのでまた別な作り方していくのもありかなとは思うんですが、まあその辺ちょっと皆さんご意見いただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。今回はここのエリアを作っていきます。まず初めにやっておきたいのはあっちの地下鉄だね。あー、大学エリアで火事だ。大丈夫？あ、消防車来てくれてるね、ありがたい。あ、避難してんのこれ。避難してるね、出てきてるみんな。安全な場所に避難済み。あ、すご、避難するんだ。ごめんね、うちの町の消防は間に合っているかい。とりあえず先に駅の場所を決めた方が融通効くかなと思うので、この地下鉄、地上地下鉄路線だね、これを引いていきたい。で、前回か前々回かここ6車線引いたと思うんだけど、ここにね合わせて乗っけていこうかなと思います。さあ今だいぶ引いてこれたんだけど、ちょっとね道路が影落ちちゃうんだよね。当たり前なんだけど、道路にめちゃくちゃ影がかかっちゃって、この隙間使えないかな。ここに歩道とね車道の間、ここに通すのありかなって思い始めてきました。ちょっとやり直してみようかな。現状こんな感じ。うん、まあこのあばらがかっこよくも変な感じもかっこよくもどっちも感じるんだけど、うん、ここに通してみようかな。この細い歩道の間、こっちに変えてみよう。一旦いろいろやってみます。さあ引いてくることができました。こっちの方がすっきりしてていいかもね。うん、ちょっとガタガタすぎるってのと、この勾配がね、列車が走るべき勾配ではないみたいなガタガタになっちゃったんだけど、さっきより全然雰囲気はいいよね。これで行きましょうか。で、今回メガロポリスに到達するということで、観光名所作っていきたいなぁと思ってます。
で、この展望塔とか銅像とかあるんだけど、今回は展望塔を建てて、で、こっちのね、浮島にはこの中世の城っていうのがあって、これをこっち側の島に置いておけたらかっこいいかなと思っております。うん。なので展望塔の位置を決めましょう。どこにしようかな。で、展望塔の周りは駅と駐車場、あとは公園なんかがあったらいいかなと思うので、それをどうつけるか考えていきましょうか。まあ、こっち向きとかがかっこいいんじゃないかな。 OK、 一旦この辺にしてみましょう。置いてみます。えい。 OK、 展望塔でけえ。展望塔が立ちました。この街のねランドマークになるんじゃないかな。今すごいねマップ端のこの辺の人も星出してたから嬉しいんだね。なんか人口減ってるけど大丈夫。こっちの橋の先とこの道ラウンドアバウト化させておきましょうか。そしたらここを軸にちょっと街づくり考えていきましょうか。地下鉄の地上駅とか置きたいね。さあここに道を引いたので、そしたら歩道だね。歩道をいっぱい置いといた方がいいかな。あんまり混雑してもあれなので、この横は歩道にしておきましょうか。 OK、 4車線で囲ったエリアを作りました。そしたら駅だね。駅はこの後ろ側に置いてみようかな。ここまで伸ばしたんだけど、この辺から曲がってきてくれたらちょうどいいかもね。一旦この辺かな。この辺で駅の位置を確定させてみましょうか。そしたらここからここに繋がらなければいけないので、10メートルぐらい上げて、この6車線の道路をまたげるものなのかちょっと試してみましょうか。ひょい。あ、意外といけるね。はい。あ、いいじゃないいいじゃないぽくなりましたね。うん、ガタガタだなおい。今回は駅前もこういった歩道で行ってみようかな。駅前人がねめちゃくちゃ出てくるんですよ。で、人がめっちゃ出てくると車とかね交差点とか信号とかがあるとめちゃくちゃ混雑しちゃうので、ちょっとのんびりとしたエリアにしたいね。そしたらこの右側の道ととりあえずつなげておきますか。OK、 これでここまで来ることができるようになりました。うん、いいんじゃない。よくよく考えたらこのでっかい展望橋の入り口、まあ広いから全然大丈夫だと思うんだけど、ここ車道より歩道の方がかっこいいんじゃないかなって気がしてきました。ちょっと車道に変更してみようかな。車道、歩道ね、歩道に変更してみたい気持ちが、うん、歩道の方がそれっぽいよね。歩道にしてあげようかな。うん、こんな感じで行こう。車でのアクセスしたいときはこの後ろを通ったり、駅からそのまま来れるって感じにしようね。そうしたらさらにこの辺を豊かにしていきたいんだけど、最近ねこの辺商業施設とかこの辺すごく増えました。あっちの町作ってる時にポンポン出てきてくれたので、こういうものを建てていくのもいいかな。市民のあらゆる小売ニーズを満たす巨大な店舗スペース、こういうのねもらいました。こういう商業施設、買い物できる場所っていうのを置いてあげたらかっこよくなるんじゃないかな。アクティビティプラザ、レクリエーションならここ、家族や友人が大勢集まっても収容できる巨大な建物、なんかあれかな、スポッチャみたいな感じかな、ラウアンみたいな建物かもしれない。これ置いてみましょう。えい。うーん、すごいかっこいい。いいね、この横にあるの素敵なんじゃない。これ置いておきましょうか。駅前入り口がここだね。ここなんで、こっから道一本走らせて、ここの区画を
ちょっと分断しておきましょう。そしたら、ファッションスクエア。これ、可愛いんじゃない?これ、置いてみようかな。これは、巨大な店舗スペースだね。これを、どっかに置いてあげたい。ここを真ん中取って置いてみようか。えい。いや、上が可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっと贅沢だね。めちゃくちゃ今、特殊施設置きまくってんだけど、贅沢だね、ここ。うわ、素敵なエリア。まだわかんないけどね。どうなるかわかんないけど。雰囲気めっちゃいいね。ここにめっちゃ使ってんのもったいないかな。でもちょっとね、この街、そろそろ死にそうな気もしてきてるから。ちょっと贅沢に使っちゃいましょう。よし、ある程度置きたいもの決まってきたので、そうしたら、ちょっとエリアをね、道を優先的に作っていきましょう。ここのデコボコすごいなぁ。ちょっとやだなぁ。めちゃくちゃ跳ねてきたみたいになってるよね。ワイルドスピードですか。でもこのバンクはもう飛び越えちゃうよね。配達用バンがめっちゃ飛んでんだけど。オッケー、気持ちなだらかにしました。この辺だったけどね、道が。だいぶなだらかになりました。この先もボコボコはしてるけど、まあ、ちょっとしょうがない。さすがにあの山なりは気になったんで、このぐらいにしておきましょう。で、こっからね、向こうに行ける道も作りました。あとはここ正面だね。正面の空間をちょっと作っておきましょう。正面はどうしようかな。いきなり歩道の前に公園とか置いてもいいんだけど、ちょっと形考えていきましょうか。ここに公園。どうでしょう。いい感じじゃない。ちょうど崖になってるから、この辺はね、木で植えようかな、埋めようかなと思ってるんだけど、うん、いいエリアじゃない。ここが公園の道なので、こっから道が出ているみたいにしたいな。これで、くねらせて、くねらせて、つける。こっから道出てきてます。くねらせて、くねらせて、出てる。うん。いいんじゃない?うん。こんな感じ。こんな感じでいこうか。いいね。さて、道をさらに伸ばしました。この辺に置いておこうか、バスターミナル。こういうところにあった方がいいかな。バスターミナルをこの辺にちょっと置いてみて、で、出るとこ入るとこがこうなってるでしょ?なので、OK、こんな感じにしてみようかな。一直線の一通の道にして、出るとこ入るところを同じ道路じゃないところでつなげてみました。これで多少混雑が緩和されたら嬉しいな。ちなみに地上駅なんだけど、これこの終わりはさ、このまんまにしておいてもいいんだけど、なんかちょっとね、また悪いことを思いついちゃったんだけど、これ隣の町まで伸ばせないかな。こっちにさ伸ばせたらかっこよくない?でも下くぐれる?これくぐれるなぁ。この辺に駅あってもかっこいいんじゃないかなぁ。もしやるなら先に引いておかないとやりづらくなると思うので、やってみる?こっちもこの辺にさ駅置いてさ、ちょっとやってみたいよね。えい、置いちゃった。めっちゃ喜んでたね。OK。駅前じゃねえな。でもこれ。ここにめっちゃ人来ちゃったら、結構だな。もっとなんか、しょっぱい駅が欲しいんだけど、これちょっとでかいよね。ちょっと考えます。今ここに置いた駅、まあちょっと大げさすぎるかなと思ったけど、なんかすごいさ、下町っぽいところに
駅もあるじゃない。ね、日本の発想なんだけど。うん、あれでいいかな。置いておこう。この展望塔駅からこっちの町の駅の間は高架にして下ちょっと融通効くようにしておこうか。おそらく 7.5 メートル以上あれば融通効くんじゃないかな。 OK、 10メートルほどの高さにしました。下もくぐれるね。これで行こう。これでくっつけよう。 OK、 くっつきました。この列車を運用するべき距離感なのかわからないけど、走ってたらかっこいいから置いちゃいました。オッケー。そうしたら、あとは、いろいろやって、終わりかな。うん。さて、ざっくりですが、区画の整理ができました。こんな感じで物を建てていこうかな。こっちのね、既存の町との接続は一応適当に今、2本だけ揃えました。うん、こっちもね、ちょっとこの沿いをやりながら、この縁の部分は変更していきたいので、ちょっと今取り急ぎ2本だけ、ぶっ刺した感じかな。よし、そしたらここをちょっと区画設定していきたいと思います。こういううまいことを四角で作れた場所っていうのは、ちょっとこういう風に総合の施設で建てていこうかな。で、このね、ここちょっと見にくいと思うんだけど、柵が2箇所開いてるじゃないですか。で、2箇所開いてくれている柵っていうのは、角っちの建物が立つよって感じなので、うまく角っちが作られるように設定して、こんな感じで立てていこうかな。OK。で、これ何も立たなそうなので、ここは道を引いて建物の中に入り込めるような雰囲気にしておこうか。こんな感じ。こういう風にちょっと装飾しながら立てていこうかなと思います。はい、ゆるーく設定してみました。少し隙間を空けて、あんまりたくさん立たないようにして、その隙間を緑で埋められたらなぁと思って、少し緩やかにしてみました。そしたらちょっと生えるのを待ってみましょうか。
さあ、だいぶ立ち並んできてくれましたね。いい感じ。いい感じでございます。ここのね、入ってこなかった総合住宅の裏に引いた道もいい感じになりましたね。そして、この遊歩道が素敵だね。特殊施設で大きな建物を置いた周りは少し大きな建物も置いてみました。うん。OK。そしたら植林をして電車を走らせてちょっと完成の絵を見てみましょうか。はい、いかがでしょうか。展望塔のあるエリアを今回は作ってみました。ちょっとね、完成してから思ったのは少し閑散と しすぎているかなっていう感じが。まだね、利用者もそんなに多くないので、駅前も随分寂しい感じにはなっているんだけど、この街にね、遊びに来る人が増えてくれればもうちょっと賑やかになるんじゃないかなと思っております。電車はね、爽やかな水色をちょっとね、設定してみました。で、向こうのね、無理やり置いた一個前の動画で作った街につながる路線も引いてみました。で、毎回毎回やっているんだけど、この下、この高架下にはね、割とオフィス、低密度のオフィスが入り込みやすいので、ここにはオフィスを置いたりしてみて、で、ところどころにちょっと高密度のオフィスも設定したんだけど、いいね。タワーがでかいから、なんか圧迫感ないというか、少し少なめに建てたんだけど、これね、すごく高い建物なのに、なんかもう高く感じなくなってきたね。バランスよく見えてきた。お、見て見て。遊びに来だしたかも。駅前がだんだん人で賑わってまいりましたね。もしかしたら時間帯もあるかも。うん。たくさん降りてきた。嬉しいね。せっかく作ったのに誰も遊びに来なかったら寂しいからね。この辺は車通りもサービス車両しか通らないから、めちゃくちゃね、買い物しやすいエリアなんじゃないかな。この辺は高密度を立ててみてます。で、塔の右側、狭い車線でね、この辺は道を通しているんだけど、この辺はね、地元の人が住むエリアって感じで、アパートなんかをね、
立ててみたりしています。駅の裏なんかもそうだね。ちょっとこじんまりこじんまりと立ててみました。これがまた木がね育ったら、この奈良の木っていうのが結構ね広く開いてくる木なので、もうちょっと鬱蒼とした場所になるんじゃないかな。さあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はどうしようかな。まあこっちやりたいところでもあるんだけど、この町の間、ここのね新しく作ったエリア、そしてこの前回作った病院のエリア、この辺はね格好がついていると思うんだけど、こっち側最初にあった都市の方とこの町、ちょっとねいびつにこの辺空間空いているので、この辺埋めつつ、ここにもね建物を建てていきたいんですよ。この隙間もちょっと変なので、この辺も建物で埋めていきたい。その辺を次回はやろうかな。うん、そんな感じで、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、かっこいいね。そしたら今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回も見ていただけると嬉しいです。それではここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。